じゃあこんにちは。さあ、ベストナインおじさん。なんさ、そのフレーズじゃなくて、純粋に、はい、なんか斉藤正樹という人間がベストナインを選ぶというね、うん、こう、まあ対戦した、うん、まあ主に対戦した人たちが多く、ね、見たり見てきた人ですよね。そうだね。だからまあ過去に遡ると、うん、王座長嶋さんというのは当然いるんだけどね。そうです、うん、だけど対戦した中、うん、で解説として見てきた中、うん、まあその中からちょっと選んだかと思ってて、うん、ピッチャー後でしょうか、はい、ね。じゃあキャッチャー、まあやっぱり僕が何回も対戦してきたりした中では、まあ、さっきも言いましたけどやっぱ古田かなっていう感じですね、うん、まあちなみに谷繁がこの前来てくれて、うん、あのベストナインが選んでるからね、うん、ピッチャー誰にしたか知ってる？斉藤正樹って言ってた。じゃあ谷繁だ。早いですね。いやでもね、谷繁曰くやっぱすごかったって、あのスタミナと自分が打ってるどんどん向かってくる気持ちはすごかったって言ってたけど、うん、まあまあ古田です。そうだね、まあ、そうですね、まあ、やっぱりあんだけな、やっぱりヤクルトはやっぱり何回も優勝に導いてますよね、まあ、野村さんの下で勉強されて、で打つ方もね、まあ4番まで打ったし、ね、首位打者も取りましたよね。最初1年目なんて本当に今言っちゃうんですけどひどかったですよ。相手に知ってなかった。いや、そんなことはないですけど、え、大丈夫かなっていう、まあでもその頃はああいうキャッチャー当たり前だったからね。そうだ、うん、でしたけど、その後バッティングも急に良くなりましたね。じゃあキャッチャー古田、はい、ファースト、まあ、やっぱり対戦もしましたけど落合さんじゃないですか。落合さんのすごかったと思うところって、うん、まあ、成績を見ればもう一目瞭然、はい、なんだけど、ピッチャーから見てのすごさって何だろう。ボールを振らない。ああそっか、はい、じゃあストライクで勝負するしかなかった、はい、本当にそういう意味ではこうブリブリ来る感じじゃないじゃないですか、うん、だからもう自分の待つ球をが来るまでじっとしてられるというか、それがすごく嫌でした。だから僕たちがこうカーブで「えっ落合さん振って！」って投げるんだけど全く振らないですもんね。だからまあそういうの振るときっていうのは調子が悪いと思うんですけど、まあね、うん、だから本当に困りました。一番じゃあファーストは落合さん、はい、セカンド、ああもうやっぱり僕若い頃から守ってもらいましたけど篠塚さんですね、うん、まあ、もうやっぱり守備、まあ、打つことももちろんですけど、まあ、守備 の、 そのポジショニングって言いますかね、それが、まあ、多分僕のサインも僕とキャッチャーとのサインもこう 見ながら、でバッターの傾向とかもで、まあ、知らないうちにささっと動いてるんでしょうけど、あって思った時に、まあ、そこにいるんですよね。だからえあれっていうのがあって、うまかったしね。そうですね、やらなかったしね。そういう意味ではやっぱり、まあ、僕がこう見てきた中ではやっぱり篠塚さんかなって思いますね。でも立浪に一番打たれてるんだよね。うん、立浪はショートじゃないですか。あ、そこはショートなんですか。そうですね。なるほどね。じゃあセカンドは篠塚さん、はい、サード、やっぱ原さんでしょ。そこは何でしょ。そこ、まあ、やっぱりお世話になりましたから。違う、そこはそうだし、いや、まあ、やっぱ頼りになった。そりゃそうですよ、うん、まあ4番打ってたし、はいはい、言葉がない。あれ言葉がないですか。いよいよ、いやでもさ、まあ、例えばピンチの時にパッと内野手とか集まってくるから、はいはい、でやっぱその原なんかはなんか印象的な言葉っていうのは、まあ、そういうその集まった時ではないんですけど、原さんがよく言ってたのは、僕が道路でカーブを投げた時に123キロっていうスピードガンが出た時は調子がいいって言ってました。それはその通りなの？っていうかそれは僕分かりませんけど自分もそう思いました、思い込みを思い込ませました。
逆に。だからまあ暗示にかけるという。そういうことです。だから僕がヒュッと投げて123って出たら、あ、今年がいいんだって自分で勝手に暗示にかかってくる。勝手に暗示にかけるっていうのは覚えてます。なるほど。はい、よくそんなこと言われてました。多分まあ原さんは守ってて、パッて今カープ対決に123キロって出た時は多分調子が良かったんですよね。なるほど、ね。はい、ではショート。ショートはまあさっきの立浪もそうですし、まあ今で言ったら坂本もすごいですけど、僕の中ではやっぱ変わりなんですね。これは何だ。まああの頃の野球って今と違って、その2番もガンガン打つ、うん、今はそうじゃないですか。最強説じゃないよ、はい。今は最強説だけど、はい。その頃の僕たちのこの守りの野球というか、そういうところを考えると、やっぱ彼が2番で、まあ、送る、まあ、つなぐっていうところに、まあ、すごく僕たちのそのあの頃の野球っていうのが、彼がやってたことがそうで、まあそうだね、があって、で、まあ、守備ももちろんしっかり守ってましたし、まあね、そういうのがやっぱり僕の中ではまだ強いんですよね。そのあんまりこう打つ、まあ、もちろん坂本すごいです、打って守ってねっていうのはすごいんですけど、まあ、僕の中ではやっぱり河合の堅実さというか、泥臭さというか、ああいうのがまず好きなんですよ、ね。まあ心強かったですよね。そういうことですね。だからまあ例えばその投げ終わって、うん、ジャイアンツの攻撃の時に1番から始まりました、1番出ました、河合バントしっかり、あ、しっかり送ってくれた、うん、これ点になるかもなっていう、まあ、基本的にもまず失敗まずないですから、まあ、そう確かにそうで、あんだけ500個以上やってる、まあ、世界記録ですから、まあ、逆にやらす方ももう河合さんだったらもうやらしちゃった方がいいよっていう感じだと思うんですよね、まあ、でそういうのもありましたし、で1個覚えてるのが開幕戦で、広島とやった時に、僕は94年だと思うんですけど、うん、1回にグランデンが出て、うん、で長嶋さんバスターエンドランカーなんかエンドランカーなんかかましたんですよ。でそれがカーンって決まって、初回にガガガンって北ベルクさんだったんですけど、うん、点取ったんですよ、うん、下点取ったと思うんですよね。でその時のそういうのがすごく頭に残ってて、で僕その試合完封してか、あの開幕戦勝って、まあ、そこから、まあ、3年連続開幕戦完封したんですけど、すごいよね。いやいやいや、別に僕のことを言ってるわけじゃないすごいと思う。日本記録です、うん、だからそれ、まあ、そういうのもなんかすごくあって、まあだから何でもやれた選手っていうところで、まあ、キワが選手だったんですね。じゃあ外野、まず、まあ、1人目は僕まあ、尊敬してるというか、まあ、その一緒にやって、まあ、ちょっと大怪我をしてしまったんですけど、まあ、吉村さんですね。あ、僕たちの入った時一つ先輩でまだ寮におられて、でももう2年目ぐらいからも結構出てましたよね、まあ、1年目からも出てるんですけど、まあなんこのまあ、憧れというか、あ、こういう風な選手になりたいなっていうのの代表格なんですよ。まあ、スター性あったよね。そうなんです。で、まあ、何でもできた選手だし、はい、で寮でもまだそのクーラーとかない寮でしたから、夏なんか暑いんですよ。もうみんな部屋開けっぱなしで寝てるような感じだったんですけど、吉村さんの部屋には冷風機があって、それはやっぱり一軍でやってるんでお金もいっぱい持ってるわけですよ。だからそういうのパッと買ってきて自分の部屋につけてるわけですよ。まあかっこいいなとかって思ったし、車も自動車電話もいち早くつけてたんですよ。わあ、かっこいいなって、あんまり野球に関係ない。あのデスランナーどう感じるかと思うけど、まあまあでも素晴らしい選手だね。憧れの選手で、で、怪我するところまでがもう本当に、もう絶対原さんの後は吉村さんだったんですよね。まあ、トリプルスリーはクリアしてたって、ね、と思います。吉村ね、まあ、そういう意味で、のもうやっぱり僕たちの憧れの選手なので、ね、はいはい、であと実力的にはもう松井ですね。松井秀喜、これは頼もしかったですね。なんか思い出話ね。まあそんなにこう接点もなかったんですけど、でもやっぱりこのチームのためっていうか、
そういうのが、強かったですよね。やっぱりそのチームが勝つために何しなきゃいけないっていうか、そういうのをやっぱりこうずっと、長嶋監督に叩き込まれてたというか。じゃあ自己犠牲ができる選手、94年の、ね、10.8 の時も彼は2年目かな。で、あの時も送りバントしてるんですよね。だから、その時はまだあんなね、すごいバッターじゃなかったですけど、でもそういうのを やったっていうのも、すごく近くで見てたので、そういう意味では、でも最後はもう、ガンガンホームランも打ってましたから、50本までいったしね、でそういう意味で、前田、ああじゃなくて、松井ですね。いいこと言ったね、最後の。はい、最後は、広島の前田ですね。インサイド打ちはめっちゃうまかったですよね。やっぱ対戦した中で一番うまかった、はいはい、だから、僕どっちかというとそのレイヤーで投げて左バッターのインサイド投げると、ちょっとカット気味にちょっとカット気味にちょっとまっすぐだったんで、こうそこを詰まらせて、ポップフライなり、セカンドゴロだったりファーストゴロだったりっていうそういう打ち取りのイメージなんですけど、彼の場合はそこにギャッて投げてもカーンって行かれたことがあって、ギリっていう感じだったんですね。で、ちょっとこう、現役の時はちょっと気分屋的なところがあって、1打席目、彼が1打席目のやつを抑えたら、意外とその後は抑えられるぞみたいな、足元を動かさないみたいな、そうですね、そうでした。で、足の故障もね、やっぱりあったりもしましたのでね、そういう意味で、この技術的なことを、からするとすごいバッターなのかなっていうふうに思いました。はい、さあ最後ピッチャー行こう。やっぱそうですね、やっぱり僕が入った時は江川さんに憧れてましたし、江川さんのどういうところに憧れてました？やっぱりなんていうんですかね、もうまっすぐのなんかこう小気味というか、ひゃーっとこういう表現のまっすぐでしたよね。で僕も入った時に、ドラフト1位で入って、その時も背番号ナンバー欲しいとかって言われて、新聞記者に言われて、でその時なんて30番江川さんつけてるの知ってますから、将来的に30番つけたいですって多分そういう風に言ったと思うんだけど、30番欲しいとかっていきなりなんか書かれて、そんなの言ってないしと思って思いながら、そんな思いがあるんですね。そのぐらいやっぱりすごい選手だったんですけど、でもやっぱり斎藤かな。自分でしょ。やっぱそうなるよね。その決め手は何？いや全然文句ないんだよ。その決め手と何のものは何？何でしょう。やっぱ勝率？勝ち星。そうです。勝ち星ですよね。順風満帆に行ったわけじゃないんですよ。結構7年目までは本当にこんな感じだったんで、でもそこからこう、最初に20勝した年からは、それなりに、よく頑張ったなっていうふうには思います。生まれ変わってもどの選手にもなっていいですよって言われても、もう一回斉藤正樹さんっていう投手になりたいですか？この同じような成績が出せるんだったらいいですね。だって投げてて負けないっていう感覚が、いやいやそんなことないですけど、でも文句なしだと思います。いやもういや、はい、どうも全然文句はない、文句はない、文句はないけど、なんかね、俺最後に聞いておきたいのは、誰と対戦して投げてるのが一番楽しかった？やっぱ相手も意識するわけだ、だってルーキーが投げてきてもさ相手にしないみたいな、じゃなくて、こう、なんていうの、投げてて、このピッチャーと投げ合ってるのが楽しかったなっていうのは、ピッチャーですか？相手のピッチャー、相手のピッチャー、やっぱピッチャー意識するでしょ。そうですね、しますするよね、しますね。だってエースのローテーションって、必ず相手のエースと投げ合うもんね、大体のローテーションが。よくやったのはやっぱり山本昌とか今中ですよね。 あと広島は僕あんまり投げてないんで、川口さんとか大野さんとか、キャベツさんもそうですけど、そんなに対戦っていうあれはないんですよね。だからそうなるとやっぱり
まあ、山本大阪かながやっぱり長やってて楽しかった。あ、そうですね、絶対先に見ねえぞっていうとか手はやらないとか、うん、そういうことですね。やっぱり、ま、先にマウンド降りるっていうのが、まあ、僕たちの時代はちょっとね、実力的なそういうのもありましたね。エースだからね。そうですね、そういうのはありましたね。まあ、例えば三本柱って言われてる桑田、槙原と投げ合ってみたかったっていうのは思う。投げ合ってみたかった、まあ、そんなことは思わない。仲間でよかったなと思います。あ、なるほどね、うん。ちょっと引き出しが多すぎて時間内にこう収まんないので、また遊びに来てください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。